よーし。あ、乗った。よっしゃー。お、いいの来た。いいの来たよ。素晴らしいな。素晴らしく釣れるな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今回はですね、北九州門司からグルーヴさんに乗って釣れる魚を釣っていきたいなと思います。まあ、あの情報では、SLJ でロックフィッシュが釣れる、はい、それからワームでロックフィッシュが釣れる、うん、だそれをメインに、まあ、なんか事故が起こればいいかなと、はい、で今回はですね、ね、彼、エルクルーヴさんの船長、岩室船長に来てもらってます。僕一人だとちょっと心細いんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、また暑くなったんだけど、頑張ります。28から。はい、ポイントつきました。角島沖、いいところだね。ベタナギだね。暑いね。あ、すごく釣りやすいと思うんで頑張ります、はい、あ、ちょっと風あるな。ちょっとだけあるな。まっすぐ落ちる。はい、ロッドがライトゲームオフショア2で、リールがイグジストの2500番、 P15 リーダー5号。あ、あ、当たった当たった。今アクションとあれが一緒になった。何からやんの。とりあえずネウオ玉の35サンプルのやつですかね。そうそう、うん、で、ジャコバグの41で、まあ、手堅くちょっと一匹を取っていきたいなと思います。はじめまして、福岡の方で、遊漁船をやらせてもらってるエルクルーズという遊漁船をやってるんですけれど、その、岩室です。で、釣り時のロケの方は、まあ、村上さんがですね、何度か使っていただいてるんで、まあ、ロケ自体は初めてじゃないんですけど、まあ、実際こうやってこう僕が釣りをするのは初めてになります。まあ、でもちょっとロックフィッシュ自体はあんまり僕の船ではやらないんですけど、まあ、もともと好きな釣りの一つなんで、今日は楽しんで釣りをやっていきたいと思います。よーし。一頭目から連れてくる、この豊かな海。豊かだね。はい、かわいい。あったあった。はい、釣りました。猫メタルの 40g。 やっぱりね、ワームよりもメタルジグの方が偽物っぽいんで、朝一のこのモーニングチャンスをとりあえず硬い方でちょっとだけ遊んでワーム釣ろう。ワームやってから、堪能してからジグやったら、あれ釣れへんってなったら嫌なんで。あれってなんか、なんか当たるな思ったらベラで終わるとか。入れ食い。
いぞ。めっちゃ当たりますね。あれは可愛いやつばっかりやねんな。これ捕まってくれんの。うわ、ガフ入った。ごめんね、せっかく食ったのに。赤旗釣れました。さあ、根こそぎやるぞ。やってんの、大きいのも今そこにつけて、まあ、斜めに引いてるんだけど、どうだろう、2メーターぐらい上げて、そこで一旦止めてみたりとかしてます。こうやってね、これで今50センチ1メーターぐらいかな。でまた落として、また当たり。あ、乗った乗った。何かな、可愛い感じですね。カサゴっぽいけど、カサは赤旗か。ネウオ玉と蛇行爆具ですね。それ35グラムの。これ35ですね。はい。35と45あったらさ、まあまあ楽になる、ね。まあまあ楽ですね。まあまあ楽になる。村上さん、これワームでやるときって、うん、カラーローって気にしたりします。気にするというか、まあ、一番無難なやつ、シークレット、はいはい、それから、あ、来た、赤。これなんかフォーできたぞ。なんかちゃうやつだぞ、多分。それから赤金、うん、とかを使いながら、ちょっと今まで釣ってない色も釣れてる時やったら使う。はい、釣れてなかったら、もう無難なやつにしとく。あ、うん、そう。おお、よいしょ、来たよ。横筋増えた。美味しそうで普通やったやつ。またあったりよけど、あ、違う、カサゴだ。乗った。乗ったけど同じぐらいですかね。あ、カサゴですね。加藤さん、ベイトってちょっと浮いてたりします？今はね、329に対してベイトは下から3メートルくらいあります。ベイトが、まあ、ちょこっと浮いてるみたいなんで、だけリフト&ホールをメインでやってたんですけど、まあ、それとは別にスイミングでも誘えるようにちょっとグラブ系で、馬旗グラブですね。これでやってみたいと思います。猫メダルから変えました。おかっぱりを意識して、昭和時期を意識して作ってるやつ、 SS ジグ、スピードサービス、新しいカテゴリーというかジャンルに、昭和時期とか早いわしで、スピードサービス、はい、赤旗、かわいいやつ。こいつはね、今ちょうど潮が緩いし、あのメタルジグではちょっと厳しそうなんで、ちょっとこっちを選んだのは、こいつってすっとこうなりたがるのね。こうすぐなりたがるの。だから横引きするときに、まあ猫メタルよりもトップヘビにして、猫メタルよりも横向きやすいジグっていう、そういう認識です。だからこうやって投げてシュッとしゃぐったら、ふわっとこう横になる。おかっぱりなイメージじゃないですか、投げるって。だからちょうど今その状態になってる感じ。真下でやると若干テーリングを起こしやすい。それで言うとね、投げるとそれはまあまあほとんどないんだけど、バイトチャンスが多いというイメージ。沈むのも遅いし、逆に言うとトップヘビーだと沈むのがより遅くなるし、ボトムヘビーにするとより速くなる、そんなイメージ。あと1回なんか釣れたら柔らかいやつしよう。
寝坊だけを狙うっていうのができへんの、やっぱりな、メタルジグやるとな。ちょっと期待するな。よっしゃ、やっぱりあれやな、やめられへんな、もう一回、もう一回やな。メタルジグ面白いな。はい、安定の赤旗、かわいいやつ。えい、よっしゃー、お、いいの来た、いいの来たよ。おう、おう、おう、あ、こうやろ、これさっきでやめんでよかった。よし、よし、よし、来たよ、あこう、両径来た、抜かれへん。えい、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 いいな、SS ジグでドン。いや、抜きました。はい、バイバイ。もうちょっとやろう。もうちょっとやろう。釣れてるうちにやらんとね、ほんまに釣れんくなる。今多分 SS ジグのあのアクションがちょっと自分のものになってきたところやね、今日。僕の場合はあの明日釣り行くときにまたゼロに戻るんで、今日は今日でちょっとアジャストなり始めやね。そこつけます、しゃくります、落とします。落とすときにこのしゃくりをね、丁寧にしゃくるとジグが横向くんで、キュッてやるとペンプーンって戻っちゃうんですけど、トワンってやるとトワンってこうなる。よし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 、へへい、ガッチャでしたわ。お、SS ジグ好調。一応おかっぱり用です。よし、次は無視します。今回ね、あの投入してるのがこれが今市販されてるネオ玉の 28g ね。はい、 28g で、そこに、今年からちょっと重たいウエイトを入れたろうと思って 35g、 これ 35g、 はい、で 45g、 これを作ってみた。もうこれは、工場から、上がってきてメッキする前にちょっと使ってみたいというのと、形の、完成度を見るために、送ってもらいました。で、これがラインナップに加わります。で、もっと重たいの欲しいなるでしょう。そこまで来るとこのオフセットフックで固定のフックよりももうこうなるかなと。ここね、はい、これね、穴が開いてて、まあ平ら場のヘッドと一緒やね。こうなると思います。で、一応形状がね、中同士の時はちょっと藍を上に、後ろの藍というか、針結ぶ方やね、それが上になるように若干形状変更してます。はい、まだまだこれは先なんですけど、まあ、こういうのってやりだすと絶対沖でもやりたくなる、深いところでやりたくなる。なのでどんどん重たくなっていく。で、これで、市販されるのが 2g から 45g までフルラインナップされます。まあ、いろんなエリアで、自分の釣りで使えると思うんで、まあ、よかったら使ってみてください。はい、ベラック出るの知ってるからね、僕ね。ギルフラットから行こうかな、うん、ギルフラットジュニア。
フックはね、1-0がちょうどいいかな。はい、この刺し方でやるとルアーは横向きます。あまり気にしない。で、たすき掛け、浅くかけます。はい、こんな感じ。真ん中から外すって感じね。はい、こんな感じ。こう、針がこの腹側に行ってます。お、あ、いいの来た。いいの来た。メタルジグに来ちゃいました。お、タイ、なんだ、なんかタイっぽいですけどね。いや、違うっすね。違う、アコウですね。アコウ行きます。お、でかい。これはネコメタル TG50 ですね。何メーターぐらいまで上げたんですか。もう根魚狙いだったんで、うん、もう5メーターぐらいで、もう巻いて落として巻いて落としての繰り返しで。そうなんだ。ネコメタルやったらさ、ワームに戻られんくない。よっしゃ、来たー。うーん、軽い。キルフラット、ベラパターン、ベラフラット作る。磯ベラフラットとか。よいしょ。はい、切れました。 OK。 35g。 あー、また来た。これも。よし。これもさっきと一緒ですね。もう5回から10回転巻いて、ボトム落として、でまたすぐ巻いて、でまた落として。乗った。いや、こんだけ根魚釣れるっていいな。いいな。めっちゃ羨ましいです。本当ですか。うん、もっと食うよね。もっと肩の上のが食うよね。よいしょ、ギルフラット丸飲み。はい、はい、ギルフラット。よし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 。ガシラか。入っていった。よし。ガッチャンか。ガッチャンゲット。よっしゃ。あ、エノ来た。エノ来たぞ。村上さんも。よし、エノ来たぞ。なんかそっちの方が大きそう。ああ、大したことないか。さあ、今日はワームのリズムに慣れきれず、メタルに戻したら食いました。よし、よいしょ。はい、釣れました。豊かな海。なんか餌ぐらいの勢いになってるんですけど。ジグ食うじゃん。たくさん釣れてますよ。やっぱり、あ、たくさん釣れるどころかね、もうね、こんなことになったりしますよ。よし、釣れました。オッケー、 SS ジグどんだけ好きやねん。よし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 、よし、おもろい。
まあまあ重たいな。なんや。お、赤旗のマシナン来た。よいしょ。おいおいおい。赤旗ゲット。お、でかい。でもないか。お、赤旗の京一。痩せてるけど。よし。痩せ痩せ。おもろい。釣れてますけど、なかなかサイズがちっちゃい赤旗か。ネオ玉の35とカタクチワームですね。よっしゃ、乗った乗ったぞ。あー普通やな。竿が硬い分曲がってるわ。上がってきたよ、赤旗のちっちゃいやつ。スイミングネゴ玉 35g。 よっしゃ、乗った。お、マジか。突っ込みがない。よーし、上がってきたぞ。あこ、よいしょ。はい、はい、あこ、キジだった。よし、やっと乗った。乗った乗った。大きくないけどやっと乗った。魚魚魚魚です。あ、あれやね、赤旗。赤旗、いや、カサゴでした。カサゴでした。ちょっと大きいですけど。あ、でかいな。はい、ちょっと速い動きの方がいいかなって思ったんで、ネオ玉のリフト&ホールから魚魚スピン、ちょっと巻きの釣りですね、ストップ&ゴーに変えて。とりあえずでかい、いいサイズ。絶対刺身うまいやつやこいつ。よし、じゃあ5番目いってこい。何投げんでいいな。はあ、来た。だけど、だけど、赤旗です。ちょっと反応変わるかなと思って、ちょっと試しにフリーリーグでやってみてます。ワームはジャコバクですね。やっと来た。やっと来た。ジグ。ガシラやった。なんか食ったよ、いきなり。食った。なんか食ったっすね。すごいじゃん。
これはネコメタルの80ですね。80のグローシラス。レンコ。釣れるじゃん。タイはタイですね。レンコちゃんでした。また食った。すごいな。でも求めですね。なんかまたレンコじゃないですかね。あ、糸寄りだ。うい。糸寄りです。今日はこれが使いたくてやってきて。100。これ60。同じ大きさやね。ぜひこれを使ってみたいと思います。あったね、いろいろ。いっと、いろいろあった。ほら、来た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 。あー、抜けたか、抜けたか、抜けたか。レンコか。かわいい、全然引かない。なんか来たぞ。おー、来た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 。やったね。はい、猫メタルタングステン 100g。60g と同じシルエットです。いいしょ。やった、これでスッと帰れるね。店長、いいよ、終わり。じゃあ、これで終わり。はあ、今日も一日遊びましたね。丸一日遊べて、丸一日太陽浴びたね。もうすごいな、今日。暑かった。暑かった。いや、まあ、とりあえず釣れましたね。いろんな場所でいろんな魚釣れたね。そうですね。どんな感じでした？まあでもやっぱ景色変わるだけで、うん、それだけで全然もう楽しくなりますし、いつもの景色とはちゃうもんね。そうですね。でやっぱなんていうんですかね、同じ魚狙うにしても場所違ったらちょっと狙い方も変わったり、うん、まあその船の船長のですね、こうなんていうんですか、メソッドも違かったりするんで。ですよね。はい。なんでまあやっぱりたまにはこういう機会設けて勉強したいなっていうのを。また行きましょう。お願いします。はい。ということで、お疲れ様でした。あと一頭。もう船長、帰れ言ってます。終わり。